雪鯨橋随行寺の境内にある鯨の骨随行寺鯨橋の写真雪鯨橋は大阪府大阪市東淀川区の随行2丁目にある随行寺境内の交際地に架かる橋である。地元では鯨橋とも呼ばれる。長さは約6メートル、幅は約3メートルの橋である。欄干は鯨の骨で作られている。の骨を使用して架けられている橋は日本でも ここだけと言われ、また世界的にも例を見ない珍しいものとなっている。最初の橋は18世紀半ばに架けられた。古くは橋のすべての部分にクジラの骨が使用されていたと言われるが、天明の頃からは橋板は石像となったと伝えられている。橋は老朽化に伴って何度か架け直されたが、1945年に太平洋戦争の戦災によって消失した。 その後29年間橋は途絶えていたが、1974年に捕鯨地で橋ゆかりの地でもある、和歌山県東室郡大寺町の協力を得て橋を復興した。橋は、その後、老朽化に伴い2006年11月に、架け直された。橋は、何和の名橋五十線に選定されている。また、日本百名橋の番外にも選定されている。 1756年に随光寺四代目、住職、丹十一忍が南紀大寺裏に暗下した。大寺の村人は、捕鯨で生計を立てていたが、檻からの不良のために食べるものにも困っている状況だった。村の代表者が丹十に法療祈願を依頼したものの、丹十は、摂政は仏教の教えに背くとして一度は断った。しかし村人の困っている様子を見て、 王領祈願に応じることにした。タンジュウが祈願を始めたところ放梁となり、村の危機は解決した。後日、村人は随光寺を訪問し、お礼として黄金30両とクジラの骨18本を寄進した。タンジュウがクジラの供養のためにクジラの骨を使って橋を作ったことが、雪クジラ橋の始まりとなった。ありがとうございます。